入院先の先生からは遺伝子株っていうふうに聞きました。匿名を条件に今日番組の電話取材に応じてくれたのはイギリス由来の変異型と伝えられた神奈川県に住む40代の男性です。海外の渡航歴とかってあったんですか？ありません。パスポートもないです。海外に、結構頻繁に行かれている方とかそういう方のとの接触っていうのはどうですか？ありません。一人暮らしですし、家族でもそういう海外に行くという仕事をしている者もおりません。はい、職場でも海外に行く仕事をしている同僚はいませんし、そういう人らとは接触してません。じゃあ感染経路っていうのは正直不明です。まあどうして感染したのかちょっとわからないですね。わかりにづらい生活スタイルだと思ってたもんですから、ちょっと意外だったんですけど、さらに変異株だとは思いませんでした。男性が感染したのは先月中旬。一体どこで変異型に感染したのでしょうか？花粉が飛び始めてからちょっと咳が出始めたということで、耳鼻咽喉科で処方された薬が効かなかったものですから、その週明けに呼吸器内科がある病院に診察を受けて、そこで、肺炎像があるということで、その後 PCR 検査を受けてコロナ陽性であると分かりました。男性はその後入院、療養生活を送っていると突然保健所から連絡があったといいます。私の検体から新型コロナウイルスの変異株がの疑いがあるということで連絡が来ました。そして病院側からはその変異ウイルスが感染力が強いと言われるイギリス型だと告げられたといいます。その結果に男性は、周りの人に感染させることが一番ちょっと不安でした。それは間違いなく不安でしたね、ただ現状の方で私と周りにいる職場の職員に全員 PCR 検査をしたということで、それが全員陰性だったということだったんですけど、ですから、はい、そこでも安心しました。一方、変異型の治療法については、お医者様からの説明とかっていうのはあったんですか？変異株に関しては、感染力が強い以外は通常の新型コロナウイルスと同じものなので治療方針が変わらない。事務系の仕事をしているという男性、職場の感染対策は徹底されていて、勤務先も自宅から近いため電車やバスなどの公共交通機関は使っていなかったといいます。正直私も外出したと後も手洗いしてうがいして、アルコールなどで消毒して、生活を送って、また3密を回避したりとか、対面での食事をしないようにするとか、そういうことは心がけていたんですね。はい、それでも感染したものですから、防ぐっていうのもなかなか難しいんだなと。厚生労働省によると、これまで神奈川県で確認された変異型は15人。男性は誰でも感染する可能性があると話します。基本的に感染する人はもう体内省内感染対策をしているはずなんですが、それでもかかってしまうことがあるっていう病気だということは知られてほしいなと思います。変異ウイルスの市中感染が増えているのでしょうか。大阪府の吉村知事はおととい、新型コロナに感染した287人分の検体で変異型のスクリーニング検査を実施したところ、64人が陽性だったと発表しました。
変異株の割合というのが増えてきているのではないのかなというふうには思ってます。ただ全体としては感染者はやっぱ減ってきているので、既存株が大きく減りながら、まあ、変異株が少しずつ増えてきているのではないかというのが今の僕の見立てです。これは東京都が行っている変異型のスクリーニング検査の映像です。試薬を使うことで陽性者の検体が変異型の疑いがあるか短時間で分かります。監視体制を強化するため、厚生労働省は全ての都道府県に全陽性者の 5% から 10% に対しスクリーニング検査を実施するよう求めています。一方、独自に全陽性者のおよそ 60% という大規模検査を行った神戸市では驚くべき結果が。このリアルタイム PCR の反応によって変異 N501Y の変異のあるなしが検出されるわけであります。1月1日から28日までの検査では変異型はゼロでしたが、1月29日からの1週間で 4.6% の人から変異型が見つかると、先月5日からの1週間で 10.5%、 先月12日からの1週間で 15.2% と変異型の割合が徐々に増加します。さらに2月19日以降も検査は継続しているわけですが、新規に陽性になった方の半数以上がですね、これは変異株の感染をしていると。この結果をどう捉えたらよいのでしょうか。アフリカでエボラなどのウイルス性出血熱が流行した際、 WHO のアドバイザーとして現地で活動、厚生労働省のクラスター対策班としても活動しているウイルス学の専門家に聞きました。大阪と神戸で高い割合で見つかってて、これが全国広がってるかどうかってことなんですけども、まあ、ある程度の数はあらゆる都道府県でもあると思っています。ただそれがその神戸や大阪で言われているように半分ほどいってるかというと、おそらくそこまではないと考えていて、いそうなところはあえて今調べているので高くなってしまってるっていうことになってると思います。全国では20都府県と空港検疫で251人の変異型への感染が確認されています。そのおよそ8割がここ1ヶ月で報告されていて、変異型が主流の第4波が到来する恐れもあります。分配力が高いウイルスがもし主流になった場合は、次のその第4波が来るときにはそれは早いタイミングで来るだろうし、来たときには従来型の株で起こるよりもおそらく変異型主流で起こったときの方が規模も大きくなってしまうと思います。変異型への対応で鍵を握るのはゲノム解析です。こちらの機械で私たちは新型コロナウイルスのゲノム解析を行っております。一度に24サンプル約18時間になります。実は神戸市は1年ほど前から感染状況の実態を把握するため、ウイルスの遺伝情報を調べるゲノム解析を活用してきました。これはイギリス型変異ウイルスのゲノム情報、アルファベットの A、T、G、C の4文字が3万字ほど並んでいます。武漢の配列の最初から23,063番目の A が T に変異していることが分かります。ゲノム解析によってイギリス型に31人が感染、起源が分からない新たな変異型に5人が感染したことが判明しました。さらなる変異株の出現、そういったものへの監視体制、できるだけ初期の段階から封じ込めというものに力を注ぐ、そのためにはまず変異株であるかどうかというものをより迅速に判断していく、その必要があるの。日本では全陽性者のおよそ 5% をゲノム解析していますが、大きな波が来た時への備えが必要だといいます。今神戸や大阪やってるのはいい例だと思って、これを日本中に広めた方がいいと思っています。
日本の 5% で決して悪い数じゃないんですけども、これがもしイギリスみたいに400万人500万人が感染した状況になった時に、今の体制だとこの 5% の割合でゲノム解析できませんので、それに備えたキャパシティの拡張というのは必要だなというふうに考えています。